僕はリュウタ。車椅子に乗って生活をしている。まだ僕が小さい頃、外で自転車に乗って遊んでいた時にバイクとぶつかってしまったのだ。うわあ！僕は下半身不随になってしまった。俺はアントン。車椅子生活になった僕を家族がサポートしてくれている。今日はいい天気ね。そうだね、もうすぐ夏休みも近いし楽しみだよ。僕は不自由ではあったけど幸せに暮らしていたのだ。そんな僕にも一つだけ悩みがあった。それは学校でのことだった。このプリントを放課後持ってきてくれ。今日の当番はリュウタか。先生、僕両手が塞がると動けなくて。車椅子でも工夫すればプリントぐらいは持ってこれるだろう。ちょっとは考えろ。でも担任の先生は僕が車椅子であることを面倒くさいと思っているようだった。先生は僕の手助けをしたくないみたいで、僕が困っていても手を貸してくれることはなかった。リョータ君だけじゃ運べないよね。僕が手伝うよ。ありがとう。おい、何言ってるんだ。そうやって手伝うのがいけないんだ。一人で何でもできないとこの先生きていけないんだぞ。絶対に誰も手伝うんじゃない。はい、先生はいつもそう言って僕に何でもさせようとした。ごめんな、リュータ。手伝ってやりたいのに先生がああ言うからさ。僕こそ手伝ってくれるって言ってたのにごめんね。先生はいつも僕に無理難題言うんだよな。できないと怒られるし悔しいよ。僕は同じような状況を何度も経験し、いつも悔しい思いをしていた。そして毎回僕を助けてくれるクラスメイトたちに申し訳ない思いでいっぱいだった。そんな状況に我慢ができず、パパがいない時にママに担任の先生への不満を話したって感じで、いつも僕一人にさせようとするんだ。車椅子だとできないことだってあるのにひどいよ。そんなこと言うなんて。パパに言って文句言ってあげようか。パパには絶対言わないで。パパに言ったら大変なことになるかもしれないし、パパが文句言いに行ったら先生の心臓が止まるかもしれないし。僕はママに念押しした。でも僕、パパに頼らず自分で解決できたらなって思ってるんだ。それに先生に舐められっぱなしも嫌だからね。そうね、ママも応援してるわ。絶対に先生に理解してもらうんだ。僕はそう決意した。そう思っていたある日、体育の授業中に先生がとんでもないことを言い出した。おい、リュウタ、今日の授業はバスケだが、お前にも参加してもらうからな。え？でも車椅子ではシュートもドリブルもできないんじゃ。何を言っている。車椅子はリュウタの足なんだろ。だったらみんなと一緒にシュートだってドリブルだってできないといけないだろう。そんな。先生は僕が絶対にできるわけがないと分かっていて、わざとそんなことを言ってきた。先生、いくらなんでも無理です。もう少し車椅子でもできることをさせてもらえませんか。なんだと。僕は思い切って先生にそう伝えた。だが、そんなものは甘えだ。そんなことを言うやつは俺がみっちりしごいてやる。今から校舎の外周を50周してこい。終わるまで返さないからな。そんな。先生はそうとなるととんでもない罰を与えてきた。遅いぞ、もっと早く走れ。はい。先生は僕が必死に車椅子を漕いでいる様子を校舎から見ていて、一周終えるごとに怒ってきた。僕は必死で車椅子を漕ぎまくった。あと35周、もう手がつりそうだよ。君大丈夫かい。その時通りかかった男の人が心配して声をかけてくれた。男の人はアントンと名乗って僕に何しているのか聞いてきた。実は先生に50周走ってこいって言われちゃったんだ。僕が車椅子は甘えに見えるって言われて、まだあと35周もあるのにもう限界で。なんだって。いくらなんでもひどすぎる。君は決して甘えのつもりじゃないんだろう。50周なんて俺でも大変なのに。よし、俺が文句言ってやろう。そう言うとアントンさんは先生のところに文句を言いに行ってくれた。
あんた担任だろ。車椅子の子に50周なんて何を考えているんだ。なんだあんたは。健康な大人でも無理なことを車椅子のこの子にやらせるなんて。先生はアントンさんに怒鳴られ圧倒されていた。ち、郊外の人に知られちまったか。面倒ごとになる前にさっさと退散するか。確かに私もカッとなって言い過ぎましたな。リュータ、もう罰はいいから帰りなさい。わかりました。そう言うと先生はその場からそそくさと去っていった。何なんだあの先生は。君、いつもあんなことをされてるのか。僕も先生には何度かお願いしているんですけどね。結局先生は変わってくれなかったけど、僕は先生の態度にヘキヘキしていた。その日の夜、僕はママに今日のことを話した。結局先生に抗議しても無駄だったよ。そうだったのね。ねえ、やっぱりパパに言った方がいいんじゃない？ううん、僕もっと考えて次の策を練るよ。だから心配しないで。僕はそう言うと部屋に戻った。リュータは自分で何とかしようとしてるけど、さすがに母親としても心配だわ。何とかできないかしら。危ない危ない、パパに言ったら絶対に大変なことになるよ。絶対にパパには相談もしないし力も借りないぞ。でもどうやったら理解してもらえるんだろう。僕は必死に考えたが、いい案は思いつかなかった。数日後、クラスのみんなで学校近くの地域のゴミ拾いをすることになった。いいか、いつもお世話になっているんだからしっかりゴミ拾いするんだぞ。分かってると思うが、リュータに手を貸すなよ。分かりました。担任はいつものようにクラスメイトに言った。だが今日は先生の様子がいつもと違った。今日は俺が車椅子を押してやるよ。え？先生がですか？いつも大変そうだなって思ってたしな。俺が押すのは嫌か？そんなことないです。何を企んでいるんだろう。でも正直、坂道とか自分では上がれない道もあったし、助かったな。僕はそう思うと、おとなしく先生に手伝ってもらっていた。数十分後。先生、すみませんが、クラスのみんなと先に行っておいてくれませんか？私はこの子を押して、ゆっくり行くので。わかりました。え？先生がそう言うと、副担任はうなずき、クラスメイトたちと一緒に先に行ってしまった。僕は先生と二人きりになってしまった。それじゃあ、俺たちも行くか。どうしよう。何かされるかもしれない。僕はうすうす感じ始めていた。先生はみんなが行った道をそれて急な坂を登っていった。先生、なんだかみんなと違う道に行っている気がするんですけど、どこに行くんですか？まあまあ、着いたらわかるさ。こいつは邪魔だからな。事故を装って怪我をさせれば、しばらく入院して学校に来ることもなくなるだろう。そうすれば俺も余計な気を使わなくて済むしな。そして先生は坂を登りきると少し歩き、今度は下り坂の前で止まった。先生、ここから押せばスピードが出て怪我をしそうだな。悪いな、リュータ。先生は僕の背中を押そうとした。せーの。え？その瞬間、何をしてるんですかな。ヤクザ！ヤクザさんが俺に何の用で。振り向くと、地元では怖いと恐れられている有名なヤクザであるパパとその子分が立っていた。パパ、なんでここにいるの？な、パパだって。ええ、リュータは私の息子です。それを聞いた先生は、ヤクザが僕のパパであることを初めて知ったらしく、さらに青ざめた顔で驚いた。実は嫁からリュータの担任がクソだと聞きましてね。今日ゴミ拾いがあると聞いて、息子の様子を見れるかと思って来てみたんですわ。そしたらそのクソな担任が息子を連れて何か企んでそうだったんで、声をかけたっていうわけですわ。それでお前さん、ここで何をしようとした？まさかここから落として病院送りにしようとしたなんてことはないよな。それは。
先生はやろうとしていたことが全て見透かされていたことに動揺していた。先生、どこに行っていたんですか？で、その方はどちら様で？そこに副担任とクラスメイトたちがやってきた。ああ、私はリュウタの父です。え、あれリュウタのパパなの？みんなは僕のパパを見て驚いていた。パパが来たら絶対怖がらせちゃうし、大変なことになるって分かってたから関わってほしくなかったんだよ。ママから聞いたなら来ちゃうよね。あの、リュウタ、いつも先生が邪魔者扱いして意地悪されてるし、僕たちが手伝おうとしても手伝うなって言ってみんな手伝えないんです。リュウタはいつも頑張ってるのに。そうか。それは。おい、わかりました。おい、何をする？そう言うとパパは子分に指示を出し、先生をみんなからは見えないところに連れて行った。数十分後、帰ってきた先生の顔はボコボコになっていた。今まで邪魔者扱いして嫌がらせしてすみませんでした。リュウタ、これからも困ったことがあったらパパを頼れ。パパが大ごとにしなかったらいいよ。わかったよ。こうして先生からの意地悪はピタリと止んだのだった。その後、クラスメイトの親や教育委員会から今までの意地悪に対しての苦情が殺到し、先生は教師の職を失った。今まで何もできなくてごめんな。これからは俺たちも手伝うからさ。それにしてもリュウタのパパはかっこいいよな。男気っていうかすごい人なんだな。うん、僕のパパは怖いけど世界一かっこいいんだよ。僕はパパを思い出しながら誇らしい気持ちになったのだった。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが、みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。